はい、どうも皆さん、こんにちは、エゼコです。それでは今回なんですけども、超 PayPay ペペ祭りでジャパンネット銀行を開設したら4500円ゲット講座開設の時に押さえておきたいポイントや注意点を解説ということで、今回は PayPay ペペとジャパンネット銀行についてですね、この動画ではジャパンネット銀行を開設したら結構お得ですよっていうキャンペーンと、あとですね、開設時にここはですね、気をつけておいた方がいいという点もまとめましたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、今現在ペイペイでは超ペイペイ祭りっていうかなり大規模なキャンペーンが3月いっぱい、3月28日までなんですけども、開催中でございます。 で、その中の一部として、今回はですね、少し前ぐらいから情報がちょっと出てた、ジャパンネット銀行とペイペイのキャンペーンというのが詳細が発表されました。で、それが今出てるものなんですけども、ジャパンネット銀行ペイペイ最大活用できる、現金4500円プレゼントというキャンペーンですね。冷静に考えて4500円って結構熱いですよね。で、このキャンペーンなんですけども、ペイペイからのお申し込み限定で、講座解説。で、講座解説をした後に15000を入金して、ペイペイにジャパンネット ネット銀行の口座を登録したら4500円がもらえるっていうようなキャンペーンとなってます。 で、キャンペーンの期間が本日動画をアップしている3月の5日から4月の30日金曜日までのキャンペーンとなってますんで、まあ、結構長いキャンペーンかなと思います。ですけども、ちょっと一瞬気になるのはここなんですよね。PayPay からのお申し込み限定ということで、これはちょっと後ほどお伝えします。で、この4500円がもらえる対象者ということなんですけども、まずは期間内、今回のキャンペーンの期間内に本特典ページ、先ほどお伝えしたページから講座解説を申し込んで、講座を解説された方ですね。で、次に、 に、講座を開設した月の翌月末までに、開設した講座に1回あたり1万5千以上入金する必要っていうのがございます。まあ、金額的にはちょっと大きな金額にはなるんですけども、これを入金するっていうのが条件となります。で、そこからさらに、講座を開設した月の翌月末までに、開設した講座を PayPay のチャージ用講座に登録する必要っていうのがございます。 このチャージ用講座っていうのは、まあ、このチャージ用講座っていうのは、もう PayPay ペペの画面からサクッと講座登録をする画面があるので、そこで行えば OK です。で、キャンペーンの期間ですね、先ほどお伝えした期間も含めてなんですけども、まあ、それがね、こちらの一覧となっております。まず、講座解説の申し込み期間として、本日の3月5日からスタートして4月の30日まで。で、入金しなければいけないっていう期間に関しては、3月の5日から6月の30日までということですので、まあ、結構入金期間に関してはかなり余裕があるかなと思います。で、それと合わせて、 併してペイペイにジャパンネット銀行を登録する場合に関しても同じく6月30日までとなってますんでこれを見る限りは口座への入金とペイペイのチャージ用の口座に登録するっていうのはかなり余裕持ってできるかなと思いますでこの4500円が付与される時期なんですけども条件達成の翌月下旬頃ということですのでまあ忘れたで付与されるところはペイペイとかではなくてジャパンネット銀行の普通預金口座に入金されるのでまあ開設した口座にしっかりと入るっていうイメージでいいと思います で、ちなみになんですけども、ジャパンネット銀行と PayPay の相性ってすごく良くて、ま、その特徴がですね、しっかりと書いております。ま、PayPay の登録は最短2分でできると、これ先ほどお伝えした、ま、口座登録の部分ですね。これ自体は本当ペ PayPay の画面からサクッと登録ができますよというふうに出ております。で、ここもちょっと魅力的で、PayPay マネーの出勤手数料0円ということで、出勤手数料が無料なのはジャパンネット銀行だけということですね。この PayPay マネーってどういうことかと言いますと、ま、それがこちらなんですが、 可能な PayPay 残高っていうことで、例えばですね、その本人確認をした後に、銀行口座とか、セブン銀行 ATM、あとはヤフオク、PayPay フリマの売上金からチャージした残高が PayPay マネーとして扱われるということになるので、それをですね、現金として戻したい場合に関しては、このジャパンネット銀行に戻すことが手数料無料で行うことができるっていうことなんですよ。まあ、ちょっと今言葉がダブってしまったんですけども。 なので、ああ、チャージしすぎたなとか、もしくは先ほどお伝えしたヤフーオークを使ってる方とか、ペイペイフリマの売上金とかですね、そういったものをジャパンネット銀行に手数料、振込手数料0円で入金することができるっていうところが結構なメリットというふうになります。 で、一応ですね、公式ページの中には、4500円プレゼントまでの流れっていうことで、しっかりと流れが出ております。まず、ステップ1として、PayPay のアプリ上で本人確認を行う必要があるみたいです。で、本人確認の完了まで、なんと、2週間から1ヶ月程度お時間をいただく場合がございますので、お済みでない場合は早めに手続きくださいっていう、本人確認に1ヶ月程度って結構、うーんって感じですね。で、あとはメールアドレスの登録と申し込みをすると。で、この本人確認が終わった後、ジャパンネット銀行で本人確認 確認後、最短0日で口座開設が完了するみたいです。スマートフォンで本人確認資料と顔写真を撮影ということで、まあ、最近ねとある動画のおかげで、ちょっと本人確認に拒否反応が起きてるような感じなんですけどもで先ほどお伝えした解説付きの翌月末までに口座に1回たり、1万5000円以上入金するとで同じく解説付きの翌月末までに paypay のチャージ用口座に登録をして、しっかりと登録することができましたら、翌月下旬頃に4500円がもらえるっていうような。 ありますまあ、やり方としては結構シンプルかなと思うんですけどもやっぱりね先ほどお伝えした本人確認あたりが結構時間がかかりそうな印象ではありますねでですねちょっと先ほどお伝えしたこの部分ですねペイペイからのお申し込み限定ということでまあ、ちょっとねこの部分で何が言いたいかちょっとさした方も中にはいらっしゃるかと思うんですがそうなんですよポイントサイト経由での作成は特定の対象外になるんですよね、まあ、ちょくちょくね僕の動画を見ていただいている方であればご存知かと思うんですが例えばクレジットカード 作ることであったりとかまあ、何かアプリをダウンロードするときは、まあ、ポイントサイト経由がお得ですよっていう風に動画で常にお伝えをしてるんですがそういった風にポイントサイトを経由してこのジャパンネット銀行を作成した場合はこの4500円を受け取ることができないっていうことになるんですよここはかなり注意が必要かなと思います ま、しっかりとね、この特典申請の対象外の項目にも出ておりまして、ここですね、同時期に開催されている異なる特典ページからジャパンネット銀行講座を開設された場合っていうことで、それがこの特典の対象外になりますよということですね。なので、例えば、今現在であればこれ、どことくっていうサイトで、ポイントサイトでジャパンネット銀行今現在作ったらどれぐらいのポイントがもらえるかっていうのが比較できるサイトなんですけども、まあ、こういった今出てるようなサイトが出てるんですけども、 1500、まあ、円とか1350円がもらえるみたいなんですがこれとダブルで取ることができないですよっていうことを示してるっていうことになるんですよねなのでそのポイントサイトのポイントが欲しい方は形容して作成してもいいと思うんですけどももしペイペイの4500円相当を狙うのであればもうこれを忘れて作成するぐらいがいいかなと思います、まあ、結構ね僕がこのキャンペーンが発表されてた時はポイントサイト経由でいけるんじゃないかなっていうふうに期待してたところではあったんですけどもまあねこれがないということで若干ネガティブになるとこではあるんですけども ま、もしね、今回のキャンペーンで講座を開設される方は、こちらもご一緒に見ていただければと思うんですが、それがこちらなんですけども、ジャパンネット銀行のキャンペーンなんですが、新規で講座開設の方限定、ビザデビットを3回ご利用でもれなく1000円キャッシュバックっていうキャンペーンがございます。まあ、このキャンペーンの内容として、講座開設月の2ヶ月後、月末までに、ビザデビットを3回以上ご利用いただくと、もれなくなんと1000円がもらえるっていうことなんですよね。講座を新規で開設 して期間内に3回利用するとで1000円がもらえるということですので条件はめちゃくちゃ簡単かなと思いますしかも使う方法として全然なんか特に対象となる方法ってないっぽいですねお店で使ったりとかインターネット上で使ったりとかで実際にその1000円が付与される時期として口座開設月の3ヶ月後の月末頃ということですのでまあ、忘れてエントリー不要ですのでとりあえず条件を満たすことが大事となるということですねなので今回のね PayPay のキャンペーンと合わせて使う場合に関しては実質5500円分 がお得になるのかなっていうイメージで作成されてもいいと思います。ちなみになんですけども、まあ、ちょくちょくね情報は出てたんですが、あのジャパンネット銀行がですね、2021年の4月の5日からペイペイ銀行に社名を変更するっていうことがすでに発表がされております。まあ、ちょっとペイペイ銀行ってなんか名前が本当今風な感じですよね。響き的なジャパンネット銀行の方がかっこいいんですけどね。でそれに伴ってサービスが一部全停止するっていうことも発表されてます。まあ、期間がねこんな風に出てますんで、普段から利用されてる。 方はここら辺ををちょっと気をつけててておいいいただいてで、実際にその PayPay 銀行への変更に変わることということなんですが、まあ、サイトの URL とメールアドレス、残高確認アプリ、この3種類が主に変わるっていうことなので、そんなにこう、めちゃくちゃ大きく変わるっていうことではなさそうです。ドメインが paypaybank.co.jp に変更される。ですけども、ログイン後のページは従来のドメイン、ジャパネットバンクになると。 で、メールが届くのは、PayPay ペイペイ銀行に変更されるけども、送信元のメールアドレスは、ドメインは従来通り、ジャパンネットバンクから届くっていうね。で、残高アプリに関しては、PayPay ペイペイ銀行アプリっていう風になりらし、いんで、ちょっとこれはね、アップデート待ってみたいなと思,う思います。 で、個人的にちょっと気になるのは、今回ね、その PayPay ペイペイ銀行に変わることによって、何かしらのキャンペーンってあるのかなとは思うんですけども、ちょっとこれは何とも言えないとこではありますよね。今回のキャンペーンっていうのが、まあ、実際に4月の30日まで開催がされてるんですよね。ここにも出てる通り。4月の30日までで、ジャパンネット銀行が4月の5日からスタートなんで、まあ、それに関連するキャンペーンが出てくれば、まあ、ちょっと面白いのかなと。なので、今はすぐに早く講座を解説するのも全然ありなんで、 ですけども、まあ,ある意味。まあ、これを待ってもいいのかなというふうに思います。ジャパンネット銀行の社名変更がされたタイミングぐらいで口座開設をするっていうぐらい。でもまあ、ちょっと面白いのかなと？とまあ、何が起きるかわかんないですけどね。で、最後に今日お伝えしたことまとめです。口座開設の申し込み期間で口座への入金期間 paypay に口座登録する期間に関しては今出てる期間となっておりまして、もし行う際の条件として口座開設をして1万5000円以上の入金をしてで、さらにそこからジャパンネット銀行の。座 ペーペーに口座登録をする必要っていうのがありますで、そこまでクリアした場合、特典の4500円がもらえる。プラス、ジャパンネット銀行の、まあ、キャンペーンで、3回以上、ジャパンネット銀行のビザデビットカードを決済したら1000円分がもらえるっていうようなキャンペーンも開催中でございますんで、合わせて5500円分がお得ということになります。で、付与される時期に関しては、条件達成の翌月下旬頃ということになりますんで、まあ忘れた頃に付与されるかなと。で、注意点としましては、先ほどもお伝えしたように、ポイント3 サイトとの併用は不可となっておりますのでとりあえずもし解説を検討されている方今回の4500円を狙っている方に関しては専用のページからアクセスをしてくださいこれは概要欄にリンクを貼っておきますで、まあ、ちょっとこれに関しては確約ができないんですけど PayPay 銀行への社名変更の時のタイミングでまあ、作成するっていうこともまあいいのかなというふうに思いますまあね、ちょっと僕自身はすでにジャパンネット銀行を持っているので今回のキャンペーンは実際に参加することはできないんですけどももし作成を検討されている方は ですね。一旦待って、まあ、そこら辺を狙うのも面白いかなという風に思っております。まあそんなこんなで今回は超ペイペイマッチの一環でジャパンネット銀行を開設して条件クリアで4,500円プレゼントについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあねちょっと前にあの一時期ですねジャパンネット銀行をポイントサイト経由で解説するのに結構ポイントサイト同士でそのポイントの競り合いっていうのが行われてて結構面白かったんですよね。本当1,2週間前ぐらいだったんですけどもでその時のちょっと僕つぶやい いたんですが僕がジャパンネット銀行を開設した当時まだポイントサイトのこととか全然知らなかったので全く何も通さずに普通に公式ページから作成をしてジャパンネット銀行を開設したっていう感じだったんですよもちろんね全然損はしてないんですけどもあの当時そういうポイントサイトとか知っておけばちょっとお得にできたのかなという風うに思ってますんでまあ今後もね何かしらのお得情報があればですね効率よく作成できる方法とかあればまた僕の動画でお伝えしようかなという風うに思っておりますで 今回お伝えしたね、PayPay のキャンペーンのリンク、そしてジャパンネット銀行の公式のリンクも概要欄に貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。